流れをねちょっと発表しようかなと思います。まあ今日はねちょっと軽めにこれからね準備してまあサクッと鹿児島の方に行ってまあ合宿を開始するということで、はい、まあ今日ちょっとその移動日となってますんで、まあそんな感じですね。今日の流れはまあ鹿児島のあのバカでかい室内競技場の方にね行って練習をするということで、またねそこでビシバシと、はい、私バシビシバシと鍛錬していきたいと思いますので、これから準備して向かっていきたいと思いますので、はい、そんな感じでお願いします。アーサテイン、チョコバナナ味ですね。これめっちゃうまいんですよ。寝起きはやっぱりアルプロン。ちょっと時間があるんですよ。ちょっと順調に準備が進みすぎて逆に困っちゃう、そういう時ありますよね。いつもギリギリなのに今日はなんかすごく時間に余裕があるみたいな、こういう時忘れ物しがちなんですよね。大丈夫だよね。忘れ物した気でしょうがないな。Tシャツ OK でしょ、靴下 OK、 パンツ OK、ジャージ上下 OK、スパイクも OK でしょ、スパイクの乱収も OK。 寝る前もアルプロン。
うるさい、うるさい、うるさい、あ、うるさい、あ、やかましい。鹿児島県の本日の天気は雨、バレた。シェリーシックス。お疲れした。はい、練習が終わりました。はい、鹿児島の景色ですね、目の前には何もありません。右、何にもありません、左もちろん何にもありません。いやー、バーン、日本一たい焼きやってきました。楽しみ。じゃあ店内に入っていきたいと思います。はい、帰宅。ベビーダッピー、皆様、唐揚げ、ごめん。はい、それでは
また明日練習頑張りたいと思います。おやすみなさい。